こんにちは、ドッグトレーナーショーゴです。はい、今日の質問は拾い食いをします。ハーネスと首はどちらが良いですか？はい、きっとこの質問内容でくると、今ハーネスでお散歩行ってます、何か見つけて食べちゃうことが多いんだけども、まあなんとなく首輪の方が防げそうだよねということで、どうにかね首輪に変えた方がいいのかなっていうことの質問だと思うんですけども、さてまず一番大事なところっていうのはワンちゃんの拾い食いなんですけども、例えば落ち葉とかね、木の枝とかそういったものをね、どんどん口の中に入れちゃうよねっていうタイプの子たちもいれば、その他にね、ピンポイントで例えばタバコのフィルターだったりとか、お菓子じゃないけども食べて味するものを覚えちゃったから、草とか木の枝とかは食べないんだけども、なんかピンポイントで見つけて食べようとするよねっていう子たちもいたりすると思うんですけども、さて首輪とハーネスどちらがっていう話になってくると、正直に言うと首輪にしたからハーネスにしたからっていうよりも、我々が油断してたらどっちにしても食べられちゃうよねっていうのはあったりするんじゃないかなって思っております。確かに物理的に言うとですよ、気持ち、多分何かあった時にピッて止めてあげたらいいよねっていう時に、本当に拾い食いで何か見つける食べちゃって常に探してるみたいな子だと、私も確かにその場合は首輪の方がいいんじゃないかなとは思うんだけども、でもそれってなんかワンちゃんたちが食べちゃってからギュッて引っ張るっていうことよりも、なんか怪しいなと思ったら近づかないとか、ワンちゃんの匂いかけがやたら激しくなったらその場から離れるとかね、そういった対処をしていくっていうことが非常に大事なんじゃないかなと思っていて、あれおかしいなと思った時にはなんかあると思った方がいいんじゃないかなと思っていて、私もね、お散歩コースは池があるんですね。池の周りなので釣った魚がポンって捨てられてるだけだったらねまだいいんですけど、そこに針がついてたりするとワンちゃんそれごと食べちゃったりすると、針どうしようっていうのもあったりしますよね。なのでワンちゃんたちが匂い嗅いだりとか、あとは人が見えない視覚っていうのは、例えば今私たちがお散歩してる公園とかでも、木の影とかにパンの入ったゴミとかお弁当のゴミとか、そういうのも捨てられちゃったりすることもあるんですよね。なのでワンちゃんがどこか匂い嗅いでパッて入ろうとするときには、私たちが見てて、あ、ちょっと危険だなって思う場所にはやっぱり前もって入れない。結構お散歩コースの中でもゴミが落ちてるとか捨てられてるとかって結構場所って決まってるんじゃないかなと思っていて、もちろんどこまで気をつけても取られちゃったりするっていうことはあるんじゃないかなとは思うんですけども、一番はやっぱりそのお散歩コースの見直しだったりとか、あと私たちもなんとなく匂い嗅がせて大丈夫だよねっていう場所と、この辺怪しいよねっていう場所って結構判断ついたりするんじゃないかなと思いますので、場所を見ていただいて私たちの方でうまくね使い分けていただけたらね、一番それがいいんじゃないかなって思っております。はい、というわけでね、首輪とハーネスどちらがっていうことで、何か見つけたら一瞬で拾っちゃうよみたいな子だと、確かにね首輪の方が一瞬安全かなと思うんですけども、ただね首輪でもやっぱりワンちゃんたちが何か見つけた時のスピードってすごい速いので、油断してるとやっぱり取られちゃうよねってなってくると、ハーネスか首輪かって考えるよりもワンちゃんの行動をしっかり見てあげて、あとは私たちってなんか拾い食いした、なんか見つけたっていう時にどんどん声かけたりとか、ワンちゃんの気を引こうとしたりとか、おやつ出したりするんだけども、でもワンちゃんがお利口さんに歩いてたりとか、いい子にしてても特におやつは出さないし声かけないみたいなことが多いんじゃないかなと思っていて、私たちもねワンちゃんたちがお利口さんに歩いてる時にどんどん声かけてあげたりとか、あとはねお散歩中もどうしてもねゆっくり歩くといろんなもの拾ったりとか食べちゃったりするんだけども、ちょっと早歩きで歩いてあげたりとか、一緒にちょっと走ってみたりとか、床に落っこってるもの探すよりもこっちの方が楽しくないみたいなのをね提示してあげたりするとね、いいんじゃないかなと思いますので、ただですね早歩きぐらいだったらいいんですけども、走るってなってくるとちょっと見通しのいいところじゃないと、曲がった瞬間ね人が出てきちゃったりとかすると、それはワンちゃんとの距離がギュッて近づくと吠えちゃったりとかね、そういった問題も発生するんじゃないかなと思いますので、もしね早歩きとかちょっと走ってみたいなっていう方はね、近くの公園まで行っていただいて見通しのいいところでやっていただけたらいいんじゃないかなって思っております。はい、というわけでね、首輪かハーネスかっていう問題なんですけども、やっぱ私たちが気をつけるっていうのが一番大事になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもねワンちゃんに対しての安全第一でですね、お互いに楽しくお散歩してみてはいかがでしょうか。